今まで出たプレミア大会の中で一番レベルが高いと思います。でこのチームで楽しみなのは、すごくレベルが高い、アジアのトップのプレイヤーたちがすごく集まっているので、誰が優勝するのかというのがすごく楽しみです。